ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい。はい、また3連戦振り返りの時間です。なんか3連戦の振り返りもさ、なんか日程的にこうごちゃ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 してるな。なんかちょっと難しいのでお伝えの仕方も、はいはい、ちょっといろいろ工夫はするんですけど、多少分かりにくくはなると思いますが、うん、今回ねセリーグなんて、はい、13、14の2日間は同一カードで2試合あって、はい、ただその中でもジャイアンツとヤクルトはホームチームが入れ替わるので、まあ、神宮と東京ドーム、東京ドームで1試合ずつあったりとか、はい、でセリーグは先ほども言ったように2試合の後は1試合だけ別のカードが組まれていて、はい、っていうような感じになっているので、ちょっと、うん、セリーグは2試合をお伝えして、その後に、9月15日に行われた1試合分3試合、はい、合わせて3試合をお伝えするような形です、はい、でパ・リーグもほぼほぼ3連戦なんですけど、もともと13日に、はい、日本ハムと、楽天と日本ハムの試合がなかったので、うん、そのカードは2試合のお伝えになります、はい、というようなことを先にお伝えしてから始めましょう、はいはい、では乾杯のちいちゃんよろしくということで、はい、お願いします、はい、まずセ・リーグね、はい、先ほど言いました9月13日、はい、14日の2日間の試合です、はい、2試合あって、はい、巨人対ヤクルト、はい、まあ、これは先ほど言ったようにヤクルト対巨人というふうに神宮に2日目は移動しますが、はい、2勝0敗ということで2連勝でヤクルトの勝ち越し、はい、阪神と広島は阪神が2連勝の勝ち越し、はい、DeNA と中日は1勝1敗ずつということになりました、はいはい、まずね、巨人ヤクルト、うん、まあ、1戦目はヤクルト巨人なんだけども、はい、まあ、ヤクルトは山で、東京ドームは高橋奎二というね、はい、で巨人の方は山崎より、はい、で井上ということなんだけども、うん、まあ、1試合目7対2、はい、ね、ヤクルト、でこれはねヤクルト初回、うん、村上がスリーランホームラン、うん、ね、バックスクリーン越えてったけども、うん、で3回には山田のタイムリーということでね、はい、でまあ、主導権を持ったままその試合が進んでいくんだけども、うん、その中で山野、はい、8回104球4安打3三振1四球の2失点、うん、で、まあ、5回3分の1、まあ、ノーヒットを続けていくんだよね、うん、今までで一番いい出来だったんじゃないでしょうか。そうだね、うん、で神宮での初勝利 になるんだけども、はい、だけどねこれ初回ボールなしなんだ、ボールがね、うん、3人に対峙して、うん、3人に対してボールが1球もなかったという、うん、まあ、どん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 ストライクの中で勝負をしていくというね、うん、まあ、投球をしていったんだけども、うん、これはね、まあ、立ち上がりそういう投球をして村上がスリーランを打った、まあ、巨人側からすると、うん、やっぱね3点負けてて山野がこうポンポン投げてくるけど初球からね簡単に終わることができないんだよね、うん、これね作戦の立てようがない投球をされてるわけ、うんうんうん、でこれボールとかになって入り球ボールとかになってカウントが整ったら打ちに行ったりだとか、うん、まあ、例えばランナー一塁にいてカウントが整ったらエンドランかけたりだとか、うん、まあ、そういうこともできるんだけど、いきなり3点取られてこうやってストライク先行で来られるとさ、うん、なかなか打ちに行けないんだよね、うんうん、で打ちに行ったのは6回の丸のホームラン、はい、これは初球から手を出してきて、うん、やっぱね山野がねこれだけストライク先行していくんだったらやっぱ最初から打たないと勝負にならないということで、うん、丸が2球目をホームランしていくんだけどもね、うんうん、まあでも気がついた時にはもう遅かったかなという、あ、まあそういう試合だったね、はい、ただねこれ山崎より2回3分の2、59球7安打0三振1四球、1つのデッドボールの4失点ということで、うん、まあ、非常にゲームを作ることはできなかったんだけども、うん、巨人はどういう状況で神宮に乗り込んだかというと、うん、広島で3連戦を終えて移動ゲームだったんだよね、うん、で山崎よりはやっぱり一足先に帰ってたと思うんだよこっちで、うん、登板に備えてね、うん、でねやっぱこういう時に思うことってやっぱちょっとでもね長く投げてやっぱりリリーフ陣を使わないでおこうとか、うん、少しは楽してもらおうとか、うん、俺が頑張らなきゃって思ったと思うんだけど、うん、なんかね力をセーブしてるような感じに見えたんだよね。うん、だから球が全然いってないわけ。なるほど。でオスナの3打席目かな、う
その時にやっと150キロ出たのよ、うん、だから最初から飛ばしていけばよかったのに、うん、もうねそんなこと言ってる場合じゃない時期なんだよね。だから何のためのセーブだったんでしょうか。やっぱり自分が完投してリリーフ陣を休ませてあげようとか、リリーフ陣っていうのはやっぱその日移動してきてるからさ、うんうんうん、だからまあそういう気持ちも多少あったのかなという、まあいいように捉えればね、うん、だからまあそれが裏面出たなっていうような感じもするけども、うんうん、まあそれ以上にやっぱり山野がね、素晴らしかったね、うん、やっぱり山野は、やっぱ持ってるものっていうのは素晴らしいし、うん、ポテンシャルも高いし、うん、まあストライク先行でいけたのがね、まあ一番良かったかなっていうふうに思うよね。まあ豊さんとしてはね、高校の後輩でもあるので、まあ、なんか父親みたいな気持ちでも、そうだそうだ、もういつダメになるかみたいな見ながらね、崩れないように、まあ、崩れないようにね、良かったですよ。 ただね、やっぱ村上のスリーランでやっぱ巨人の動きを止めたね、うん、やっぱこう最初から打ちに行けないとか、うん、まあそういうことでちょっとイライラしたと思うね、これもね、うんうん、で2試合目、はい、東京ドームに移して、うん、これは高橋奎二と井上の投げ合いになったんだけども、うんうん、まあ、井上と高橋奎二か、はい、でヤクルト4回、はい、まあ、オスナーのタイムリーツーベース、うん、山田のタイムリーで、まあ、2対0、うん、6回には村上、ソロホームラン、はい、これが推定155メートルというね、いやびっくりするぐらい、まあ、びっくりしたな、東京ドームの一番上の照明のとこ、照明のところだよね、看板とかなんかもうとっくのもう上だよね、大昔ない、もう上に過ぎちゃってね、そうだから東京ドームの屋根をずーっと舐めていったようなそんな感じのホームランだったよね、うん、すごいね、もうあれドームだったからあそこになったけど、ドームじゃなかったらどこまで飛んでったんだろうと思いますよね、うん、で続くオスナ、はい、またホームランということで、うん、ちょっと船場様がいかんかったなこの日は、うん、で4対0、はい、で巨人は10安打しながら打線がつながらない、うん、まあ1点のみなんだけども、岡本ね、チャンスで2度ほどあったんだよね、うんうん、まあ、ここでホームランが出ればとか、ここでタイムリーでつなげればとか、うん、言ったところで、まあ、3回ワンアウト2、3塁、うん、まあ、外野フライでもよかったんだと思うんだけども、うん、ここうまく落とされて三振を取られるんだよね、うん、で7回やっと反撃をに転じて、坂本のタイムリーの後ツーアウト1、2塁で、うん、見逃し三振、ここでホームランが出たらちょっと全然変わったけどなと思ったんだけども、うんうん、ただね、この見逃しの三振っていうのは、岡本はボールに 見えてるんだよね。ね、俺もモニター見てて、まあ、審判の方に申し訳ないかもわからないけども、俺もボールに見えた。すごくこうね、ちょっと気持ちの出るようなね、シーンもありましたけどね。まあそうだね。だから、珍しく、うん、岡本がね、うん、審判に文句を言ったとか、ちょっと睨みつけたり、ね、睨みつけたりだとかしたっていうことはあったけども、うん、やっぱねそのぐらいね、うん、こうね一球一球でもうなんていうの、心が揺さぶるというかさ、うん、まあそういう時期に入ってきてるんだよね、うん、いやだから本当ね、俺にはボールに見えたけども、まあ審判がストライクって言うんだったらもう仕方ないよね、ね、うんうん、これもね、まあ本当にいいところに投げたピッチャーを褒めるべきなのかもまあわからないけども、うん、まあこのまあね、このこういう時期っていうのは一球のストライクボールっていうのもすごくでかいよ。いやあれって思うことはやっぱり多分ね、その試合必ず一球ぐらいはあると思うんですけど、まあ、だいぶね、ま、その場面によってはね、大きな一球になる場合がありますよね、っていうのになってくるな、うんうん、はい、まあということで、まあ、高橋奎二が、まあ、非常に良かったっていうこともありながら、うん、まあ、4対1で負けるというね、うん、巨人は連敗をしてしまうという、ね、いうことで、はい、はい、で、次阪神広島、うん、ね、阪神広島、はい、これも阪神の 2連勝、はい、高橋遥人、才木、うん、広島の方は大瀬良、森、はい、ね、7対3で阪神、はい、広島の初回、まあ、内野安打ゴロの間に、うん、まあ、先制ということでね、うんうん、で阪神は2回ツーアウト満塁から、うん、近本が押し出しのフォアボール、うん、近本が打つかなんか迷ってたら、
ボールになっちゃったというね、うん、まあ、面白いヒーローインタビューしてたけども、うん、で4回は2アウト2、3塁、はい、近本が2点タイムリー、うん、で小園のエラーもあって、まあ、4対1ということね、うん、に、点差が広がったという、はい、うん、で5回には2アウト満塁から近本また押し出しフォアボールという、うん、5対1で広島は6回ワンアウト満塁で堂林タイムリー、うん、まあ、坂倉がワンアウト満塁から犠牲フライで5対3、まあ、しかし阪神6回前川タイムリー7回森下4試合連続のソロホームランで7対3、うん、まあ、このね点差の流れを見てるとね広島の失点の仕方が悪いね。なるほど。やっぱピッチャーがねあれだけ優秀なピッチャーが投げてるのに、うん、まあ、大瀬良というね、うん、やっぱ押し出しとか、うん、まあ、ついでにエラーだとか、うん、まあ、押し出し2つにエラーが1つということで、うんうん、まあ、3点が無駄な失点になってんだよね。ねえ、それがなかったら分からなかった試合かもしれないですよね、うん、まあ、そうだね。だから、まあ、非常に、まあ、エラーなどもなんかすごくこう連敗してるだけになんかこう焦りになってるかなっていうね。ちょっとチームの調子が狂っているようなそういったところもあるんですよね。まあ投打とも狂ってるね、うん、うん、で7対3で、まあ、高橋遥人はちょっと安定してるねやっぱり、うん、そうですね、はい、で2試合目、はい、4対3、阪神、広島4回野間の犠牲フライで先制、6回は野間のセカンドの間にセカンドゴロ、うん、はい、で小園ツーアウト三塁からレフトにタイムリー、はい、いやーこのタイムリーはでかいなと思ったの、うん、しかし7回、うん、後藤の森、はい、広島のピッチャーね、はい、から島内に変えるの、うんうん、で森は6回86球3安打5三振、うん、無四球1つの出たボール無失点できてたわけね、うんうん、で86球だったらまだちょっといけたと思うんだけども、うんうん、まあ、新井監督は交代を命じるんだよね。これはどういう意図なんでしょうか、ね、まあ、当初のやっぱプランだったと思うんだけども、うん、やっぱこうなんていうの、まあ、島内、うん、とか、うん、まあ、森浦とか、うん、で、栗林、うん、に繋いでいこうかなっていうような最初からのプランだったと思うんだよね、うん、ただねこの交代は阪神にとって野手陣にとってあ森変えてくれるんだっていうぐらい状態が良かったんだよね森の、うんうん、だからうちはあぐねてたのよ、はい、うん、そしたら島内が出てきて森下にいきなりフォアボール、あ、デッドボール、うん、で大山の時にこうなんかねもうボールが抜けてんだわ最初のそのデッドボールデッドボールも抜けてるし大山に3ボール1ストライクになるんだけど、うん、そこまでも抜けてるんだよね、うん、ただね大山が無理して打ちに行くんだよま、うん、っすぐ1本で、うん、でまっすぐ来たんだけどでも抜けてインサイドいいところに来たんだよね多分ボールだったと思うんだけど、うん、でもこれを打ってピッチャーゴロああゲッツーやと思ったら島内がやっぱホームのコントロールも悪いしセカンドにもコントロールが悪かったんだよ菊池がよく低いボールを取ったけど、うん、足が離れたかつくかっていうタイミングでついてたんだよねでも一つしかアウト取れなかったんだよ、うん、これゲッツー取ってたら全然違ったと思うんだけどもそうですね、うん、でランナー一塁に残り、うん、続く里照がヒットでつないだ、うん、このヒットは大きかったなうん、でやっぱワンアウト取れたことによって少し落ち着かなと思ったら、うん、やっぱこのヒットでまた落ち着かなくなるんだよね、うん、で代打前川、はい、ねワンアウト1、2塁から俺ねこの時に左もハーンとか森浦いないのかなと思ったら、うん、ハーンが婚約者のなんかあって帰ってんだよいないんだよねなんだったっけ？いないんだと。なんかありましたね。なんかあるの。はい。でもそれで森浦ないないのかなと思ったら森浦はいるんだよ。うん。ああこのまま島内行くんやなと思って。うん。そしたらフォアボール。うん。ワンアウト満塁。うん。で
島内から森浦に帰るんだよね、うんうんうん、え、なんで代打の時、じゃあそれだったら代打前側の時に向こうは切ってきてるんだから、うんうん、その時に勝負すればいいのになって、満塁からじゃきついぞと思って、うん、そしたら梅野、はい、押し出しのフォアボール、うんね、あのね最後のボールはね俺は岡本のはボールだと思ったけど、うん、がストライク、うんうん、俺梅ちゃんのはねストライクだと思ったよ、ボールじゃなくてね、うん、いやだけど俺はね見逃し方にあったと思うんだよ、それがボールに見せた、そう審判にねなるほど、いやあのねやっぱ審判も人の子だから、うん、あもう見切ったっていうような感じでパッと歩き出したんだよ、うん、だからボールにしちゃったんじゃないかなと、あれがね梅ちゃんが少しでもあっていうような感じだったら、うん、多分ねストライクになってたと思うんだよ、なるほど、だから見逃し方もあるけど俺はあのボールは梅ちゃん悪いけどストライクに見えただけど押し出しのフォアボールを取れたという、うん、で、まあね、何でも結果がね全てですからね、そうだよ、ほんで、うん、1点を返した、ね、でワンアウト満塁、うん、そしたら次は木浪、はい、満塁男、15打数8安打、5割7分1厘ぐらい打ってんだよ、ね、いやほんと回ってきますね、そうで、ポンポンと追い込んだんだけども、うん、センターに返された、はい、それを菊池が大ファインプレーで、それをもうスライディングキャッチャー取ってセカンドにトス、うん、うわゲッツもあるぞと思ったら矢野が落球したんだよいやまあトスもちょっと流れてるんだけどもね、うん、でもね矢野の能力だったら取らなきゃいけない、まあ確かに、でもねこれがやっぱ焦りなんだよな、うん、あなるほど、これで3対2、うん、で代打原口、はい、同点タイムリー、うん、いやこの一連の流れっていうのは、うん、やっぱ投打とも焦りがある、やっぱこう連敗を止めなきゃいけないという責任感もあるし、うん、だから非常にこう選手たちは重圧を感じて、プレーをしてるなっていうね、まあ、そんな感じがしたね、うん、うん、でも代打原口、はい、まあ、相当代打の日数空いたけども、うん、やっぱりしっかりした形を持ってんだね彼は、ね、あ見事だったよ、さすがですね、さすが、うん、でその後、うん、なおも満塁続いたんだけども、はい、まあ、近本と中野が倒れてね、うん、あのまあ、よく踏ん張ったんだけど3対3でね、うん、だけど9回ねフォアボールデッドボールのランナーを置いて中野がサヨナラタイムリーという、うんうん、ね、まあ、結局やっぱフォアボールだとか、あデッドボールだとか、まあ初戦も広島の方は、まあ、押し出しフォアボールだとか、うん、やっぱ四球がやっぱこう負けに直結してるね今はね、うん、まあいい時っていうのは、うん、例えばフォアボール出しても、まあ、ゲッツーに取ったりだとか、まあそんなに痛い流れにはならないんだけども、やっぱこういう流れになってくるとやっぱそういうことまで避けなきゃいけないというかね、うんうんうん、まあそういう風になるね、うん、ただ阪神は、まあ、やっぱこうしぶとい、うん、ね、慌てない、その前にエンドランかけたらさ、うん、ね、空振りしてゲッ、あの盗塁アウトになったりだとか、うんうん、まあいろいろしながら、でもじーっと敵のなんていうのかな焦りというか、うん、隙をずーっと我慢してみ、あの待ってるね、うん、だそこに島内っていうのがちょっと誤算だったね広島は。なるほど、うん、そのタイミングも難しいですよね、系統もね。だからそこで一気にいってるのに、うん、阪神はだからポイント的にはね、その森浦使うんだったらもう一つ代打を前側切った時に森浦いけなかったかなっていうね、うん、まあ、島内にも相当信頼度というか、うん、あそういうのものあって買いにくかったのかどうかわからないけども、まあ、だけど、ね、その日の出来というところでね、うん、そうそうそう、思ってたのと違ういう感じだったんですよね。俺が見てたら全然島内横になったから、うんうん、だから前側の時に変えてもよかったかなっていうね。でも前側もものすごいあの若さで冷静にフォアボールで繋いだよ、うん、いや素晴らしいよ ね、 ね、あの選球眼っていうのは ね、 ね、ちなみにさっき言ってたね、あの広島のハーン投手ね、はい、ハーン投手はあの第一子出産に立ち会うために今一時帰国してるみたいで、
このタイミングでね、いたなっていうところもあったりするけど、いや、いてくれたらね、もっと早く帰ったかもわかんない。そうそう、そういうところもあったりね。逆に、半から行ってたかもわからない。そうそう、だからそういう巡り合わせもね、一応次は19日にもっとまだ日本に帰ってくるみたいなんで、それまでなんとかね、頼むわ、ほんまに。本当ね、だからちょっとタイミング的にも悪かったかな、まあ、ちょっと難しかったなっていうね、はい、はいはい、ということです。はい、はい、続いてDeNA 中日、うん、DeNA K、はい、石田で、中日は松葉福谷、うん、で1試合目5対2、はい、DeNA、うん、あ、この日はね K がすごく良かったね、はい、まあ、7回92球5安打9三振、うん、1四球の2失点ということで、ね、まあ、非常にあの前半本当にね塁出さないというか、うん、ヒットも打たせないというね、うん、まあ、投球が続いて、はい、で松葉も非常によかった、ずっと良かったんだけども、うん、5回100球8安打4三振1四球の4失点ちょっと球数多かったですね。まあそうだね、うん、ただねこれはね、牧、うん、ね、牧が非常に、まあ、猛打賞を打つんだけどこの試合で、はい、全部右方向につなぎのバッティングしてくれるんだよね、うん、この牧の存在っていうのが松葉を苦しめた、はい、まあ、そんな感じがするよ。この日も牧選手は2番ですね、はい、うんうん、まあ、2番というね打順、まあ、役割っていうのを十分考えて、うんうん、まあ、やってくれてるのかなっていうのと、そうだよね、素晴らしい。あとは牧が右に打てるようになると、うん、やっぱ状態は上がってるっていうことだよね、うんうん、で DeNA は、はい、まあ、佐野の犠牲フライで、まあ、初回に、まあ、先制をするという、うん、で4回には2アウト満塁、うん、梶原、やっぱ梶原打線に入るとちょっと違うね、やっぱね、うんうん、いいね、3対0、はい、タイムリーでね、うんうん、満塁からね、で牧が続いて4対0、うんうん、で中日の反撃は7回2アウト2、3塁、うん、村松のタイムリーで4対2、ね、しかし DeNA その裏、はい、オースティンが犠牲フライで5対2というね、うん、だから、まあ、点を取られたけどもすぐ取りを戻したという、最近中日っていうのはすごく終盤にも粘りがあって、うん、追い上げてくるんだけども、うんうん、まあ、オースティンの7回の犠牲フライ5対2ああっていうようなことだよね、うん、だからまあ牧の3安打猛打賞全て右打ちっていうのがね、まあ、貢献したし、まあ、この日はね下位の山本桑原強打から、はい、まあ、梶原牧がつながったんだよね、うんうん、で中軸は打ってないんだけども、まあ、こういう点の取り方をしてるとね、やっぱこう中軸も休めるかなというね、まあ、非常にやっぱこう中軸って打ってきただけにちょっと疲れがきてるのと、うん、宮崎の状態がちょっとあんま良くないね。なるほど、うん、だからこういうふうな、まあ、下位打線から、上位に回って上位がしっかりした形でね、得点してくれると、まあ、心強いよね。ね、まあ、DeNA に関してはこう、ね、下位打線って言っても下位な感じではないですね。まあそうだね、まあ、破壊力という面ではさ、そうですね、まあ、そんなにはないけども、うん、つなぐという面に関しては、うん、まあ、素晴らしい選手が多いよね、うんうん、はい、ね、はい、で2試合目、うん、4対2中日、ね、DeNA 初回オースティンが先制ツーランホームラン、うん、ね、中日は1点を2回に1点を返し、うん、まあ、3回に大阪のタイムリーで、まあ、2対2、うん、で問題は6回、ピッチャーは矢崎、うん、まあ、矢崎はね先頭フォアボール出すケースっていうのが非常に多くてさ、ここのとこね、で福永がヒットでつながれた、うん、でワンアウト一塁塁、うん、打者福谷、うん、これ看板やちいちゃん、あなただったらワンアウトランナー一塁塁、うん、ピッチャー福谷、うん、作戦としては何を考える？バントだね。そうだよね、うん、ただ、うん、俺が考えたのはこれもう正直にね、うん、考えたのは福谷が送って岡林次、うん、岡林っていうのは最近状態はぐーっと上げてきてるけども、うん、得点圏が非常に悪いんだよね、うんうんうん、これワンチャン福谷に打たすことってあるかなって疑ったんだよ、うん、その時にね、うん、疑ったのね。福谷、ちなみに福谷投手はバッティングはいいんだよ。なるほど、触れるのよバットがしっかりね、うん、じゃあワンチャン。いやただね、うん、その福谷が大西コーチに呼ばれた時に、うん、内野の守備隊形を見てるとオースティンがもうバントに備えてるんだよね。なるほど、
ということはやっぱ DeNA の方はバントの読みをしてたなって思うわけ、うん、オースティンがかなり前にいたからさ、その読みは別に間違ってはないけど、間違ってはないんだけどやっぱ疑いは多少持ってほしかったんだよ、うん、これはなぜかというとノーアウトだったらもうバッサーやられたらしょうがないけど、うん、もうピッチャーにね、うん、決められたらしょうがない、ただワンアウトでいやツーアウトくれるんだったらもうともらっとけよみたいな、うん、だからそんなに極端に引く必要もないだろうみたいな、うん、まあ、そんな感じがしたんだけども、まあ打った方を褒めるべきかこれ、まあまあそうだな、打った方だ、作戦勝ちというか、うん、っていうところもありますよね、ピッチャーに打たすってあんまりないもんね、あんまりないというか本当にないですよね、ほとんどね、プロ野球では、うん、ただまあ例えば広島の森下だとか、うん、ああいうんだったらあるかあるよね、可能性としたら、で、ね、まあ、でも福谷っていうのは今シーズンずっとシーズンを戦ってきた人間じゃないだけに、うん、まあちょっと読みにくかったけども、うん、まあ打った福谷が初球をタイムリーツーベースだよ、しかもねそんななんかもう大きいのってねすごいね、うん、まあ、2点タイムリーだよね、うん、いやだからまあそうだな、疑ってたとしてもあそこはちょっと取れない、飛んだコースが良かったかなっていうような、まあ、感じもするし、でもこういう隙はね、あ、まあ、作ってほしくはなかったけど、まあ、隙でもないか、なかなか難しいですね、まあ、そうだな、ピッチャーというだけにね、まあ、そうだな、まあだからなんていうの、中日というさやっぱこう5位のチームと当たるとやっぱこういうことがあるよね、うんうん、だからちょっと怖いな、うん、でその福谷6回96球3安打5三振、うん、無四球2失点というね、うん、まあ、初回のオースティンのホームランだけに抑えたという、うん、まあ、初回とか立ち上がりの失点率って高いんだけど、うん、その後こう安定してくるよね、だ初回ポーンとやってああもう今日は打てるなみたいな感じでいくと足元すくわれるという、うん、まあ、DeNA は4安打、ねね、で抑えられたという、とね、まあ、そういうことでした、はい、はい、ということで、うん、一応のこの2連戦はね今 お伝えしましたけども、そうで残りの今日の試合カードが変わりました、この試合は1試合なのでスコアを書きました、はい、はい、スコアね、はい、何対何っていうことだよね、そうそう、はい、巨人と中日は巨人が6対3で勝ちました、はい、阪神とヤクルトは阪神が2対1で勝ちました、はい、広島と DeNA は10対2で広島が勝ちました、はい、はい、いろいろありましたね、はい、まああったね、うん、でまず巨人中日、はい、ね、6対3、うん、ね、菅野と涌井の投げ合いだったんだけども、はい、ベテラン同士のね、はい、まあ、初回、まあ、吉川浅野のタイムリーでもう幸先よく2点先制をするというね、うん、はい、で3回には吉川ソロホームランで3対0、うん、で中日4回に1点を返し6回には石川がソロホームランでワンアウト2塁から、カリストがツーベースでワンアウト2、3塁になるんだよね、うん、でその後2アウト1、3塁から代打宇佐美、その時に菅野から高梨、うん、で宇佐美がタイムリーヒット、うん、3対3しかし巨人6回岡本がもうすぐ、ソロホームランを打って4対3、うん、で7回2アウト1、2塁吉川タイムリースリーベースヒットで6対3というね、うん、でまあここまでの流れっていうのはここまでの流れって、まあ、6対3で勝つわけだけども、うん、やっぱ吉川がいい仕事してるわ、いやこの試合ほんとね、うん、活躍素晴らしかったですね、まあね、ずっと吉川いいね、うん、ここのところ、うん、で岡本も非常に悪かったんだけども、うん、この決勝ホームランね、これはやっぱりすっきりしたと思うな、うん、うん、ただねこれは中日5回の攻撃中菅野がイライラしてるんだよね、ちょっとねそういう感じに見受けられましたね、そうだね、福永がね、まあファースト寄りのセカンドの方に打つんだけどそれを吉川が追いついちゃうんだよね、はい、追いついてファーストに投げて悩んだりするんだけど、うん、まあ明らかにファーストのボールなんだよ、はいな、うん、そしたら菅野がお前なんで出ないんだと、あれね先輩後輩だから
大城選手に、大城に、うんうん、先輩後輩だから、お前の球だろうって、うん、お前が出ればいいじゃないかって、俺がカバーに来んなにって、イラ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 して、それはイライラするわ。あれが内野安打になっちゃったからね、セカンドゴロでね、いやそれなってればまだね、まあなんて言うんだろうな、まあセカンドゴロだったら何でもないよ。ただでもセカンドゴロでも思うところはあるでしょ、多分。まあまあそうそう、行けよっていう。ただね、微妙な守備がね多かったわ今日の巨人の試合全体的にってことね。そう、モンテスか、外野の、外野のね、宇佐美のあたりかな、あれもなんかこうちょっと止まってポンとなんかこうボールに飛びついたような、ちょっとそしてね、手前でちょっとバウンドしちゃったっていうね。まあそうだな、うん、だからなんて言うんだろうな、なんか際どくてそこが取れてたらみたいなのが多かったですかね、うん、そうだね。まあそれとやっぱこう内野安打になったのかな、まあショートのな、門脇がうまくさばいてファーストに投げたんだけど、アウトかなと思ったらボールがコロコロっと出てきて、まあああいうのをファースト取らなきゃいけないしな。だから一番いいのはやっぱり岡本ファースト、サード坂本、うん、まあ今日なんか体調不良で練習もしてなかったって言うけども、うん、やっぱ大きいな、ああいうのって、守備ってこれからやっぱ大きくなるぞ、優勝するにあたって。まあ勝ったからよかったけどもさ、ね、やっぱりね、その守備位置に慣れてるっていうことはすごく大事でしょうし、ね、まあそうなんだ、大事だな、うん、まあ6対3で勝った。今日は菅野が勝ち投手かな。今日はそうですね、うん、あ、違う、今日は菅野投手じゃなくて高梨投手の勝ちなんですよ。そうだな、高梨変わったもんな、うん、そうだそうだ、なるほどね、うん、なので菅野投手は勝ち負けつかずということで、はい、以前14勝2敗ということですね。まあそうだね、うん、でね、昨日の試合がね、まあヤクルト戦、はい、10本やっぱりヒット打ってるんだけども、うん、巨人は、うん、やっぱね長打がないんだよね、うん、まあ、打線のつながりもないって言うけども長打がなかった、うん、でも今日巨人9安打中5本が長打、うん、でうち2本がホームランということで、やっぱね長打が打てると大きいな、うん、あ、まあそういう試合だったんだけども、うん、まあ中日もあれだけのチャンスがあって、ね、1本どっかでタイムリーが出てればもう本当にわからない試合になる。中日13安打ですよ。そうよ、だからちょっともったいない試合を落としたなっていうのがありますよ ね。はい、はい、続いて阪神対ヤクルト、うん、ねえ、ビーズリー対高梨、まあ2対1、ねえ、ヤクルト初回ビーズリーの冒頭で先制、うん、ねえ、まあ、嫌な失点だなと思ったんだけども、うん、まあ、阪神は2回、まあ、佐藤輝明、うん、ね、同点ソロホームラン14号、うん、20本まで行きたいけどな、あと6本っていうのは厳しいな、4年連続ね。そうだな、牧が達成してるんだよ ね、まあ、それだけに佐藤輝もしたいだろうけどもな、なんかね、ほんと、うん、ね、で、続く前川、はい、勝ち越しソロホームラン、うん、4号、うん、前川が当たってきたのはでかいな、うん、あ、井上、うん、あそこに入るところは井上が入ったり前川が入ったり島田が入ってきてるんだよね。で前川一本でいけるとでかいわ、うん、あ、やっぱり右も左も関係ないバッターだけにね、うんうん、これ調子が上がってきたなっていうような感じがするよね、うんうん、でビーズリー、はい、6回97球2安打9三振3四球1失点というね、うん、あ、まあちょっとまあ制球という意味では三四球っていうのはあれだけども、うん、まあ9三振取っててね、1失点、ね、うん、で、ね、高梨、うん、ヤクルトの高梨も良かったんだけど、7回102球、うん、7安打11三振、うん、ちょっと三振多いな、阪神は、ね、うん、無四球2失点ということでね、うん、ただこの試合、ヤクルト9回2アウト満塁まで行くんだよね。そうよ、この1点差でね、ドキドキしましたですよ。いやこれはもうあと1球から何回つながれたかそれとね、まあいいとこには投げてんだよね、ボスストライクでもいいんじゃないかっていうところだけども、そのストライク一つのボールでヒヤヒヤする時期だね、本当に、ね、でまたこの試合はね、うん、1点差で9回っていう場面なので余計にね、まあ、そう、両チームみんなヒヤヒヤしましたね。でゲラが三振で締めるというね、うん、まあとにかく勝つことが大事だ。まあヤクルトは4安打 ね、まあ東京ドームでは結構
打ったけども、やっぱ甲子園という球場っていうのは、まあ、あんまり打撃戦を許してくれないよね。それはなんでなのかな。やっぱ風とかさ、広さだとか、ああまあそういうこともあるよね。あとはやっぱ阪神のピッチャーもいいという、うん、で雰囲気とね、まあ雰囲気とね球場のね、はい、はい、まあ勝ったからよかったね、うん、はい、ということでセリーグの最後、広島、はい、DeNA10 対2、うん、いや広島よかったね、まあよかったねって DeNA 負けちゃったけどね、思わぬ大差ですね。あ、まあでも広島は6連敗で止まったのかな、うん、やっと止めたというね、連敗6で止まったね、ね、うん、10対2ということで、この試合では常廣、はい、ね、ドラフト1ルーキー、はい、うん、で吉野、この前ジャイアンツ戦で勝った吉野、うん、ね、が登板です、はい、ね、広島初回小園ツーアウト1・2塁からセンターへ先制タイムリーツーベース2点、うん、ね、末金ツーアウト1・3塁からタイムリー、うん、菊池ツーアウト1・2塁からタイムリーで、もう初回にいきなり4対0、ね、ね、2回には矢野が押し出しのフォアボール5対0、うん、DeNA のは3回、宮崎内野ゴロで1点、うん、ね、常廣プロ初失点、これがね、ね、うん、それと広島4回ワンアウト1・2塁、うん、4番野間がダブルプレー、うん、でランナーがねサードに残っちゃった、うん、で俺バントするかなと思ったんだけど、やっぱ負けてるし、うん、この時点で、5対1か、うん、になってんだよね、うん、でこれで DeNA の打線とか考えると、うん、これ野間が強行に行って、まあ4番だけどもね、うん、強行に行ってゲッツーを食う、ツーアウトランナーサード、うん、これ抑え切っちゃったら、これちょっと流れ変わる、嫌な感じがするぞ。それと連敗中だし、特にね。ああ、なるほど、うん、ただね小園はねこれ救うんだわ、うん、初球をレフト前タイムリー、うん、で流れが変わらないという、ね、うん、で常廣プロ初先発、うん、初勝利ということで、ね、5回92球7安打4三振、2四球1つのデッドボール1失点というね、うん、ピッチャーとしてのものは備わってるね。それは常に、まあ、例えばフィールディングにし、うん、してもそうだし、うんうんうん、クイックにしてもそうだし、で、まあ、プレートさばき、まあ、カウント球と勝負球っていうのをしっかりしっかり分けれるピッチャーだね、うんうん、だ全てが一生懸命じゃなくて、うん、やっぱ勝負球の時に 100% 出すという、うん、まあ、そういう感じのクレーバーなピッチャーに見えた、うん、だからどの球種でもストライクが取れるけども、うん、でもあえて言えば、うん、どれが決め球なんだっていう、なるほど、その特徴さえあればすごく嫌なピッチャーだ。ただね、やっぱり力を入れると150ちょっと超えるんだ、うん、ただし平均すると146ぐらいかな、うん、その予想の前後でこう投球してるわ。コントロールはどうですか。コントロールはね、自滅タイプではない。あ、とっちらからない。とっちらからない、うん、だからまあまだベストではないと思うんだよね、彼はね。まあ緊張もしてたでしょうね。いやー、そりゃそうだ、本当に、うん、だからまあ早く2試合目を見たいなというね、うん、そういうピッチャーだね。なるほど。でもやっぱ見事だわ。でも落ち着いてた、うん、うん、やっぱり DeNA って怖い打線だしね。いや、本当そうですよね、まあ、ただ今日は4点を取ってくれたっていうのは大きかったな、初回に。はい、うん、でね、DeNA の方、はい、で4回 DeNA ワンアウト1塁、うん、で京山が、まあ、先発の石田から変わってた京山が、うん、そのまま代打、送らずに打席に立って、うんうん、ワンアウト一塁から送りバントをさせるんだよね、はいはい、まあ、結局そのバントは成功して、うん、点数にはならなかったんだけども次、ね、うんうん、だけど俺はね、うん、俺が選手だったらよ、うん、あれ攻撃仕掛けないのって思った。なるほど。まあ仮にね、京山投手をもっともっと使おうっていうか、いや長く投げる予定だったりとかするのかなと思いますよね。まあ連戦だしね。うん、そうそう。あるし、うん、いやそれわかるんだよ。わ、うん、かるけども、送りバント、いや次のバッターがタイムリー打てば送りバントは成功だと思うんだよ。うん、いやだけど
気持ちとしてさ、相手に一つ負けてて、5対1で負けてて、パンとしてあれするんだろちょっとそこ言ってよ。いやいや、アウトを上げるわけでしょいや、そうじゃなくて、絶対アウトやらないぐらいのなんか気持ち、まあ考え方だからな、これは難しいね。なんかね、なかなか送りバントやらないやらないって言ってて、やったらそこは強行だったんじゃないのみたいな、まあそうだね、難しいですね。ただね、結局ね、次の回、そう、それがあるんですよ、うん、そう、ピンチを招いて変えるんだよ、今日は。まあ、そうですね。いや、変えるんだったらもう変えとけって、そういう気はしますよねって思うんだよ、俺は。そこの部分でライダーをね、そう、それで京山を打たれると、そのピンチで、じゃあもう今日はもうリスクはしょうがない、もう負けでいいっていうふうに腹くくれんかったかなと思って、うんうん、ここの交代せずに、そう、うん、そこら辺がちょっと迷いがあったんでしょうか。まあそうかもからね。まあ結局広島、菊池がね、うん、6回にスリーランホームランでとどめを刺して、刺すわけだけどもね、うん、まあでも広島の方は今日はね、本当にいい勝ち方したし、ね、まあ、連敗中に常廣っていうのはね、うん、すごくプレッシャーも緊張も、ね、いろんなものを背負ってマウンドに行ったけども、ドラフト1位がね、締めてくれたというか、ね、勝ってくれたというね。例えばこの6連敗をしていて、まあ、優勝争いまでしていた、ついこの間までね、そのチームの6連敗後にルーキーを登板させるっていうのは、これはね、もうね、決まってたことだと思うよ。なるほど、うん、6連敗の頭ぐらいに決まってたと思う、うん、広島に帰ったら DeNA 戦で常廣になって、そこに準備させておいてくれっていうふうなことはやっぱ前もって言わないとさ、だから急に、いや連敗中だからお前ちょっと我慢してくれっていうことはなかなかできないよね。まあ、できないのは分かるとして、はい、その中で投げなきゃいけない常廣投手はもう試合負けるごとにどんどんなんかのしかかってきたような気がしますね。あっただろうね、うん、まあでも自分の投球をねするしかなかったし、その投球の中で山本雄大に当てちゃったな。あれね、もう痛い痛い、本当いろんな意味で痛いですね。その後ね、秋山のデッドボール、伊勢が膝かなんかに当てて、そう、ね、まあ、乱闘みたいな両軍が出てくるという、警告試合になっちゃいますね。警告試合になったけども、雄大心配だな。相当な心配です。DeNA の方はな。いや、明日東なんだよ。それ雄大のおかげじゃないとなかなか厳しいですね。そうそう、まあ、東のね、やっぱり一番いいところを引き出せるのっていうのは、まあ、雄大だしね。うん、だからちょっと大事になったらちょっと嫌だなっていうね。もうバッティングも好調でね、今打率2位まで来てますからね、まあうん、ちょっと本当どのようになっているのか気になって仕方ないところですけど、まあ、うん、まあでもね、1試合に、まあ、1つのデッドボールにこれだけ熱くなれるっていうのはね、うん、やっぱみんな真剣にやってて、うん、熱くなってね、やってるからだよ。本当に、まあ、悪いことではないよね。うん、荒監督は相当怒ってたけどね。本当何があったんでしょうね。まあねまあそういう声優でした。はい、はいはい、続いてパリーグ、はい、ね、一応3試合はね、あって、まあ、さっき言ったように楽天と日本ハムがもともと2試合だったのが、はい、1試合中止になったんで、うん、1試合しか行われなかったという、はい、はい、ことで、こういった結果ですが、西武とロッテは西武が2勝1敗の勝ち越し、はい、オリックスとソフトバンクはソフトバンクの3連勝、はい、で楽天と日本ハムは1試合でしたが楽天の勝利ということになりました。はいはい、でまずは西武ロッテ、うん、松本、羽田、今井、うん、でロッテはメルセデス、小島、佐々木朗希、うん、ね、1試合目7対6西武、はい、ね、メルセデス5回2失点、うん、ね、ここまでは良かったんだよ、うん、ね、横山1回27球、うん、3本のヒットの2失点、うん、沢村、はい、1回28球、うん、2本のヒット、うん、1つの三振、うん、2つの四球、うん、1つのデッドボール、3失点、うん、まあ、横山と沢村でこれね、本当にいいリリーフピッチャーが5失点を食らうんだよね、うん、まあ、その中 で、まあ、で打者は頑張った人は佐藤、うんうん、ね、2回犠牲フライで先生、うん、
で3回外ツーランホームラン3対0、うんね、5回角中押し出し、うんね、4対2、うん、ただね西武がねここのとこね素晴らしいなと思うのは、うん、みんな一生懸命やるんだわ、まあ、いや前もやってたと思うんだけど、ねうん、だけどなんかね来季に向けてもっともっとアピールしておこうとか、まあ、そういうなんかが見えるんだよね。気持ちがこう変わったというか。そうそう、うん、で6回7回、まあ、西武のタイムリーとかね、うんまあ、いろんなことがあるんだけども、うん、この中でやっぱ素晴らしかったのは、うん、岸の好走塁だよ、うん、であのセカンドの内野安打で、うん、セカンドから一気にホームをね、落とし入れて、うん、まああの点に結びつけるんだけども、うん、そういうこともあり、まあ、逆転にあの結びつけていくんだよね、うん、だからねあのロッテが、まあ、西武に対して非常に相性が良かった。なるほど、まあ、だけどねこれは全然違うよ。その相性が良かった時の西武と、うん、今の西武とではやっぱ全然違う野球が、うん、なるほど、みんなひたむきに一生懸命やってるよ。なるほどなるほど、うん、だからやっぱこれ舐めてると、うん、足すくわれるね。最近西武強いですよね、はい、西武強い、ね、で2試合目、うんこれはね1対0、うん、小島が勝つんだけども、はいうん、小島がやっぱ相性いい西武、うん、これはねやっぱ相性だろうな。西武に対して9連勝、うん、もう相性抜群なんだよ。負けないんだよね、うん、記録更新ですかね。そうもう年度またいでこあのずっとあれしてるからね、うん、シーズンまたいでね。そうそうシーズンまたいで連勝してるから、うん、まあ小島7回122球5安打、うん、10三振1四球の、無失点という、まあやっぱり10個の三振を取れるっていうのは、うん、まあ西武打線っていうのは小島のやっぱ低めの変化球にもろいね、うん、やっぱ追っかけていく。でね他のチームを見てるとやっぱり低めは要注意で振らないんだよ、ね、なるほど。でもね西武のバッターっていうのはまあ若いっていうこともありながら、うん、やっぱ低めの変化球を追っかけちゃうね、うん、だからまあここら辺が大島が投げてて楽なとこだと思う。なるほど。で対する羽田5回105球、うん、まあ球がちょっと多いけども、うん、6安打6三振3四球の1失点というね、うんまあ、ボールに力あるピッチャーだからね、まあ、来季本当に独り立ちというか、うんね、あの一人前になるのを見たいね。ね、うん、で1点はどうやって取ったかというと、うん、初回ノーアウト1・3塁ポランコのゲッツーの間に1点だよ、うんこれだけもったいないんだよ。まさかこれで勝負が決まるとはね。そう、まあその中で岡がフォアボール、うん藤岡がラインドヒットみたいな形で1・3塁を作ってるんだよね、うん、ノーアウトで、まあ、それでゲッツーの間に1点を取るという、うんはいね、でこの試合で岡田、うんねキャッチャーの西武のね西武の、はいまあ、引退試合でした。ねね感動的なツーベースうん、感動的なタッチアップねえねえ点にはならなかったけども、うんね、ただやっぱ困った時の岡田っていうのがすごく印象にあって、はい、ちょっとみんなが怪我したとか、うん、ちょっと連敗した時に気分を変えるために岡田とか、うんまあ、そういうことでよく使われてたなっていうね、うんまあ、やっぱこう球場にもエース級がずらっと並んで ねまあ高橋コーナーとかいろいろ来てたけども、うん、やっぱりこう人格者なんだろうなっていうね人気あったんだろうなっていう、ね、本当に信頼をしていたようなキャッチャーなんですね、まあ、そうだね。だからまあ後進のね、うん、指導に当たるのもよし、うんね、外で勉強するのもよし、うん、でも球界のために力をね尽力してくれるとありがたいなと思うねこういう人がね。またね、はい、どこかで活躍している姿を見たいですよね。見たいね、うん、またこれ、はいヒーローインタビューでね小島投手もなかなか素敵なコメントでしたよね。うん、まあなんか真剣勝負に行って、ね、打たれたけどすがすがしいというかね、うん、でもいい勝負ができたってね喜んでたけどもねお疲れ様でしたということを ねあの場、ね、舞台で言えるというのがねもう素晴らしい選手だなというふうに感じましたが、あそうだね小島もね、うん、ね大人の対応というね本当に、まあ、立派でした。小島投手は10勝目ということで、はい、2桁勝利もおめでとうございます。あそうだね、ただね10勝10敗いかんと小島
やっぱエースだったら貯金ないから、うん、そうそう貯金をやっぱ作る、まあ援護点もない時あったけどな、いかんどう言って、うん、だけど10勝10敗じゃいかん。まあ、やっぱ小島クラスだったら、うん、やっぱ10勝10敗 20試合の勝敗がつくんだったら、あーそうだな14勝7敗合わなくない14勝6敗, 6敗かぐらいの感じでいってほしいな。うん、なるほどね、はい、10勝したけど10敗がいかんという、そうそういかん、はい、ね、小島も思ってると思う、そこはね、いやそのぐらい思わないと、お前思うピッチャーだよねえ、うん、はい、ということでした。はい、はい、で3試合目、うん、7対1、はい、でこの試合は佐々木朗希、うん、今井の投げやねんね、はい、でその佐々木朗希6回82球、うん、5安打4三振2つのデッドボールの4失点、うん、それがその1つがデッドボールの、うん、プロ初の危険球退場、まあ、うん、フォークが抜けた、うん、あそれで頭に当たったということでね、うん、まあ退場になったけど、まっすぐじゃなくてよかったね。いやー、まっすぐじゃなくても大変でしょうね。いや、大変だけどもね、まっすぐなんか想像しただけで怖いけれども、まあそうだね、うん、まあ、8勝5敗ということで ね、なんかちょっとねえ、まあ今日勝っときゃね2桁、まあ、2桁今日今年は行くか、なかなかねえ、うん、大変なシーズンになってますかね。で退治した今井、うん、ね、8回128球、うん、5安打12三振、ね、1四球1失点、うん、8勝8敗、はい、あのねこれは今井は三振を取りに行って12取ってるね、うん、あ三振のタイトルっていうのがもうやっぱこう取りたくてやってるから、いやでも取りたくて取れるっていうのがこんだけの数取れるのがすごい、うん、でね今日見てたら、うん、やっぱね気持ちは熱いんだけど非常にリラックスできてたね。うん、なるほど。だからハートはものすごく熱いんだけども、うん、力んでんだけども、うん、体が力んでないという、うん、だから非常に柔軟な感じが、うん、見て取れたかな、うん、うん、だから12三振、うん、もうほぼほぼ決まりじゃないかなっていうね。いやこれは決まりですよ、まあ、そんな感じがするけども、2位の早川投手と30個差、うん、まあ、そうだな、175と145だからもう怪我しないことだよね、ほんとね、うん、30個ね、175、いやー200はいってほしいな、あと25、うん、ぐらいはいってほしいな、うん、まだ試合数もあるしね、ねえ、うん、まあ、どのぐらい何回投げるかなっていうところがね、まあ、まあそうだね、うん、まあだけど見事なね、うん、本当にリラックスの中に力があったというね、うん、まあ、素晴らしいと、うん、で攻撃の方は、はい、まあ、栗山タイムリー、うん、源田がね、ツーランホームランという7回にね、うん、まあ、一気に畳みかけたというね、うん、うん、まあ源田もなんか引退する金子をねセカンドランナーに置いて、うん、ツーランホームランで迎え入れて、うん、ホームで抱き合ってたけども、金子もやっぱ足という面では素晴らしい選手だったかな、うん、あとは、まあ、バッティングっていうのがね、うん、少し伸び悩みっていうのがあったりしても、うん、やっぱ守備範囲の広さとか、うん、足を使ったね、で脚力あったから盗塁だとか、うんうん、やっぱ足で飯を食ってた選手だったね。なるほど、うん、だからやっぱこうまた岡田同様ね、うん、まあ、金子も引退かってなると、うん、まあ、寂しくはなるけどもね、ねえ、うん、本当に、まあまあ、まあここでもファインプレーがあったりなどしてファンはね、うん、とても素晴らしい勇姿を見ることができたよね。まあそうだね、ちょっとバッティングでは力みすぎだったけどねそまあ力んでもしょうがないけどもう最後だからまあそれはもう力みますよ、はい、最後となれば、うん、はい、はい、という3連戦でした。はい、まあロッテが負け越したのが痛かったな、うん、あやっぱこう A クラス争いね、なかなかね順位争いしてるからね、ほんとね、はい、はい、でオリックス対ソフトバンク、うん、ねえ、さすがですソフトバンクは、ね、うん、でオリックスは山下俊平太、はい、カスティーヨ、うん、宮城、うん、でソフトバンク有原、モイネロ大津というね、うん、まあ初戦、ソフトバンク8対3、
はい、有原7回99球9アンダー、うん、ちょっと打たれすぎだけども5三振の1フォアボール2失点という、うん、まあだけど要所を本当にこう締めるというね、うん、まあ有原本来のピッチング、まあ、9アンダーというのはちょっと有原にしては打たれすぎかもわからないけども、うん、やっぱこう要所で締めるコツというか、うん、ああそういうのはよく知ってるピッチャーだなと思うね。なるほど。で山下俊平太、はい、7回106球、うん、5安打8三振、うん、2四球3失点という ね、 ね、うん、まあ栗原っていうバッターに、うん、まあ、よく打たれるんだけど、うん、栗原はやっぱ変化球特にカーブ系のボールに強いね。山下があれだけの速いボールを投げてるのにカーブ投げてもびくともしないもんね、まあ、止まって打てるというね、うん、まあ、素晴らしいわ。うん、なんか相性もあるんですね。そうだね。でこの試合は3対2で迎えた8回、うん、まあ、山川、近藤、正木ね、タイムリーで3者連続タイムリーで5点という、ね、まあ、一気にね、やっぱ畳みかけるね。ただこの8回、うん、山田にピッチャー変えるんだけども、うん、すぐ吉田に変わり、うん、宇田川に変えたらまた肘がなんかちょっと違和感があるっていうことで、うん、小田島に変わり、うん、でなんかこうバックホームで若月となんかちょっと接触して、うん、若月まで変わって最後は川瀬が出てきたという。もうねバタバタだよねオリックスは、うん、ね、その川瀬、はい、兄弟対決があったんだよね。あったんだよね。え、そうなのみたいな。そうそう。あ、なんかすごい巡り合わせと思いましたよね。だってそういうね、いろんなことがないとここは実現しなかったかなと思うと。で、それがセカンドゴロ。貴重な。でね、打ち取られるという、ね。弟の勝ちなんですか。いやいや。オリックスの、はいはい、オリックスの川瀬健人投手が22歳。あ、そう。弟です。はい、弟ね。はい、お兄さんがソフトバンクの。はい。川瀬選手ですね。そうだね、うん、まあ兄貴と弟だよね。こんなところで再会みたいな。すごいな。まあ、でもでしょうけど、すごい兄弟だね。いや、すごいよね、本当に。ね、いや、本当な。こんなところで対戦するなんて、はい。はい、まあそういうこともありましたということでした。ね、はい。はい、で、2試合目、はい、10対1、うん、モイネロ、はい、ね、勝ちました。はい、ね、まあ、強いなと思ったのは、うん、ソフトバンクが5回と6回にそれぞれ満塁があるんだよ、うん、ツーアウト満塁、ね、うん、5回は、うん、栗原が走者一掃、うん、2塁打でランナーが全部帰ってくるという、うん、で6回にはワンアウト満塁、尾形がタイムリースリーベース、うん、やっぱね満塁でこうやって勝負強さが出てくるとやっぱ強いよな、ね、うん、それは10点取るよ。やっぱ強い、隙がない、うんうん、また強くなってきたソフトバンクが、うん、でピッチャーも安定してきた、うん、でモイネロ6回89球、はい、あ、87球、うん、2安打7三振2四球無失点、うん、防御率がトップという ね、 ね、うん、これ何勝目だっけ。モイネロは11勝目か。モイネロ投手は モイネロ投手は11勝5敗、ねえ、うん、防御率が 1.89、うん、これがトップだよね、パ・リーグのね、まあ完璧です。まあ、カスティーヨって他のチームって非常に打ちにくそうに打つんだけど、うん、平気で打つね、ソフトバンクのバッターは。ねえ、うん、あのこの前日本ハム戦で投げたのかな、うん、でカスティーヨ投げて降りた途端に打ち出したけども、うん、いやそのぐらいやっぱこうカスティーヨって打ちにくいはずなんだけども、うん、やっぱソフトバンクのバッターって結構そういう変化に強いのかね、うんうん、で3試合目、はい、3対0ソフトバンク、うん、でこれね宮城素晴らしかったんだよ。8回、ね、121球、うん、4安打9三振3四球無失点という ね、 ね、もう古今奮闘というか、まあ、まあ素晴らしいんだよね本当ね。ただし、
これ延長12回まで行くっていうことは相手のピッチャー、うん、だソフトバンクのピッチャーも良かったという、ね、で投げ合ったのが大津、はい、8回108球、うん、3安打6三振、うん、1四球の無失点という、ね、いや大津もやっぱ素晴らしいよ ね、ただねやっぱオリックスって若手が多いわ今ね、うんうんうん、使ってる選手たちの中でね、うんうん、まあだからといってこんなピッチングが保証されてるわけじゃないし、うん、まあだけど大津も本当に宮城相手に頑張ったなっていうふうに思うよね、うんうん、だからずっと 0-0 で行ってて、まあ延長12回、うん、ワンアウト満塁から栗原山川、まあパスボールもあって、うん、一気に3点を挙げるというね、まあ、そういう試合になっちゃったんだけども、やっぱりこう栗原とか、うん、山川とか近藤とか、うん、まあそういう主力がやっぱ打つと、まあ、絶対勝つね、うん、ソフトバンクはね、ね、うん、これでマジックが7になりました、はい、はい、という試合でした。ちょっとね、減ってますね、はいはいはい、で最後楽天日本ハム、はい、早川対加藤、うん、7-5、うん、楽天、うん、まあ、初回ね、日本ハム水谷先制ホームラン、はい、初回の初球をソロホームラン、うん、ね、早川が言ってましたね、今日はいいピッチングをして完封でもって言ったら一球で夢が崩れましたみたいなこと言ってたけど、なかなかね余裕があるなと思って、本当本当、うん、で4回、うん、王吾が押し出しで、うん、まあ、同点になるというね、うんうん、でピッチャー加藤でしょ、うん、ここのとこね押し出し2回ほど見てるんだよね俺、うん、フォアボールがね、いやほとんどないのに投手なのに、そうそうそう、だからまあただし自身初のね、うん、2桁を目指してるわけだけども、うん、ちょっとあれかなと思ってね、うん、調子崩せるかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがあって、で5回、はい、村林タイムリー、うん、2-1、うん、伊藤幸也タイムリースリーベースで4-1というね、はい、伊藤幸也、うん、今日のこの日の試合、うん、俺はね飛びついて取る、うん、投球で走者刺す、打っては4打数4安打打つ、うん、何打点だっけな、2打点な、うん、いや素晴らしい活躍したなこの試合ね、あなんかもうなんだっけ今日のファインプレー、あープレーオブザデイ、プレーオブザデイに、ね、なってたけども、なってたしね、まあ、羽田でねこの前会った時あユキヤーとか言って言ったらとか誰だみたいな、あ豊さんとか言ってお前どこ行くんだよって、いやファームでみたいな、北海道行ってきますみたいな、いやよかったな、ね、頑張れユキヤ、本当 ね、 ね、すごい誰だろうこのイケメンはと思ったらね、ね、本当だよ、ね、まあまあでも大活躍でね、うん、まあ早川はアシストしたという、で6回には浅村がスリーランホームラン、うん、でね、まあこれが大体決勝点になるんだけども、うん、スリーランがね、うん、ただね楽天の守り、はい、6回ツーアウト満塁から万波が内野安打を打つんだけども、うん、村林が間に合わないのに慌ててファーストに投げて、うん、それがセカンドから走者が帰ってくる形になったんだよね、うん、だこういう点はやっぱ今後避けてほしいな、うん、もう絶対投げても間に合わない、投げても無駄になるっていうこの判断は、まあ、しっかりこれからはやんなきゃいけないなと思うね、一つこう無駄なプレーみたいなことになりますね、そう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 、はい、うん、で8回、はい、ね、清宮12号ソロ、うん、まあ、これでちょっとね、まあ、負けたとはいえほっとしたかな、うんうん、まあ、9回にね1打同点もしくは逆転のところまで追い詰めていくんだけども、うん、まあでも、まあ、負ける時もあるしね、ただただ負けたんじゃなくて、うん、まあ、水谷がホームラン打ったり清宮がねソロホームラン打ったり、うん、まあ、万波が打点を上げたりだとか、うん、まあまあ負けの中でも、まあ、次につながるかなという感じをした、うん、それと加藤、はい、5回85球9安打3三振3四球4失点というね、うん、この3四球っていうのがちょっと気になったな、ね、まあ、9安打もちょっと多いですかね、まあ、そうだね、うんうん、で早川、はい、6回81球7安打2三振1四球3失点というね、うんうん、でこの試合で則本が30セーブ、うん、ね、自身初めて、うん、まあ、セーブ
抑えのピッチャーとしてやったシーズンに、うんまあ、30セーブを上げれたっていうのは立派だと思うな、ね、はい、はい、ね、まあ、そういう1試合でした、はい、で、セ・リーグの方は巨人、阪神、広島、DeNA という順位になってるんだけども、うん、それぞれ2ゲーム差ずつ、うん、ね、もうなんかきっちり揃っちゃったね。まあ揃ったな、うん、まだわからないけども、うん、数字上はやっぱ巨人がね、うん、非常に有利ということで、うん、ね、うん、まあどのぐらいの勝敗で落ち着くかわからないけどもね、これリーグ優勝ももちろんだけれども、うん、CS に残るためのクライマックスシリーズに残るためのA クラス争いも熾烈ということね。まあそうだね、うん、まあ阪神までは4ゲームあるんで、うん、DeNA がね、うん、まあちょっとこうちょっと離れてる感はあるかもわからないけども、うん、まあ広島に2ゲームだからね、うん、ただ今日の勝ちで広島がね状態を戻してくるとまあいいなとは思うけども ね、はい、でパリーグの方はソフトバンクマジック7、うん、ね、もう秒読みになってるけども、うん、なんか周りはあんまり騒がないね、まあ、そろそろだろうってなんか、ね、まあ、もう優勝だもんねみたいな、もう早いうちから突っ走ってましたよ、うん、もう優勝するもんだと思ってるからさ、うん、7になっても誰も騒ぎ立てないというね、そうそう、それよりも日本ハム、ロッテ、楽天、うん、この争いに注目されてるという、ここもね、はい、A クラス争いもありますか。そうだね、うん、まあ、日本ハムとロッテ、まあ、今日ロッテが負けたことによって 4.5 に開いたという、うん、で楽天は3ゲームという、うん、だから、まあ、まあ日本も 4.5 あればね、うん、まあ、なんとかなりそうだけども、ロッテと楽天3ゲーム、うん、これはちょっとわからないなというね、まあ油断はできないというところですね、はい、で明日月曜日なんだけども、同じカードがあるというね、うん、セ・リーグもパ・リーグもね、3連休でね、ここ月曜日だけど祝日なので、うん、ちょっと全そういったこともあってカードがちょっと変則なんですが、うん、全部デーゲームで、そうだね、はい、東京ドームで巨人、中日、はい、甲子園で阪神、ヤクルト、マツダスタジアムで広島、DeNA、はい、はい、楽天モバイルパークで、楽天対日本ハム、ベルーナドーム、西武対ロッテ、はい、京セラでオリックスとソフトバンクというカード、全部デーゲームです、はい、ね、まだ暑いから大変なこと、まだ暑いな、そしてね、天気がね、ちょっとそうなんだよ、不安定、はい、そこもあるのでね、まあ、ね、またちょっと無事に行われることを祈りながら、はい、はい、まあ、雨で中止になったとか、それを味方につけれるようにね、うん、まあ、いい調整をしながら、はい、また連戦の時は疲れを取りながら、うん、ね、頑張ってほしいと思います、はい、はい、ありがとうございました、はい。